こんにちは、シンです。今回は、キャロウェイ、テイラーメイド、ピンの3本打ち比べしていきます。モデルが、キャロウェイは、パラダイム AI スモークの MAX。テイラーメイド、q i 1マ m a x ピンが g 4 3 0典型 k でいきます。シダは、PGA ツアースーパーストア、名古屋栄店でさせていただきます。山下さんに説明もさせていただくよろしくお願いします。よろしくお願いします。 結構個人的にこの3本打ちからまだしてなくて楽しみなんでやっていきたいと思います。うん、どれからいきましょう <laughs> 今お店で一番人気なのってどれがっていうのありますかそうですね。まあどれも人気あるんですけど、はい、その中でもまずテイラーさんが気合、はい点ですね。気合い点 MAX が。はい、あ、じゃああえて最後に。<laughs> <laughs> はい。<laughs> うん、じゃあキャロウェイの AI スモーク、はい、からいきますで。スペックは全部10点後の純正 S ですね。はい、でいきます。 なんかヘッドが置いた時にちょっとこう平たい印象っていうか後ろ側が尖ったりはしないんですけどなんか平たくて球上がりやすそうだなっていう雰囲気がで今ちょっと右行きましたね これ今のはなんかすごい捕まりやすそうだなって思ったんで逆にちょっと逃がしてしまった感じだったんで一旦ちょっと自然に何球か打っていきます。 なんか振ると後ろ側のちょっと重みを感じますね。だからなんか当たった時の安定感はありそうで、ちょっと最初ヘッド的にすごい捕まりすぎるのかなと思ったら、なんかそんなことも結構直進性が高いタイプっていうイメージは。はい、<laughs> A.I. スモークってちなどんなヘッドなんです？か基本的にはあの、まあ、前作の、はい、あのパラダイムのその AI のフェースっていうのを引き継いではいるんですけども、はい、より細かくそのデータを取って、うん、あの前作までは結構機械で打って、はい、芯外して、はい、それでそのデータを蓄積してフェースの厚さを決めてたんですけども<ー>今回はヒューマンテストで100万人ぐらいのデータを取って、はい、いろんな人の打点を分析して、はいはい、まあ,あの開いて打ったり閉じて打ったりっていう人もいるので、はい、そういうデータも もう前作よりももっと細かいフェースの厚さっていうのを変えていてどこで当たっても飛距離が落ちないようにっていう感じになってます、はい、ああフェース面打点がぶれても飛距離が落ちないっていう確かに今ちょっと先目に当たった感じでどうかもうんまあそんな飛距離が落ちた感じはしないですね確かに、はい 一応データでは前作のパラダイムよりも全部距離は伸びるようになってますちょっとヒール目をいってみますほほほちょっとやりすぎたけど <laughs> <laughs> 正直今めちゃくちゃヒールだったんで、うん、まああれで250ぐらい行ってくれたら正直全然いいかないう、うん、今のがちょっとヒール目、若干ヒール目かなっていう感じ。確かにヒール目になっても、ま,あ、まずなんか曲がらない。さすがにバックスピン量はちょっと増えてるけどっていうのは、うんうね、ありますけど、うん、まあでもあんだけヒールで百五十飛んでくれたら、 スモークって何がスモークなんですか英語のスラングっぽい感じなんですけどスモークって速いとかそういう意味なんですよねでこうしゃって感じのイメージなんですけどそういうのを表しているような感じなるほどなんかビジュアルで煙っぽいとかそれだけじゃなかったんですかそうなんですよなるほど完全にもうそこビジュアルからつけた名前かと思ってます ちゃんとこう速い、なんかどこに当たっても飛ぶみたいな。まあ、そうですね。まあ、そういうイメージは。イメージ乗っていう。なるほど。<coughs> なんか確かに、あのヘッドの大きさ感に。安心感があるなって思う方もいれば。結構後ろが重たいんで。ちょっと振り遅れで入ってくるイメージがある人だったら、もしかして合わない可能性があるかもって。うん。 ちょっとこう操作したいなっていう時にはあもうちょっと小ぶりの方がいいのかなっていうイメージもあったり、はいうん、まあでも本当とりあえずこうドライバー安定したいって思ってる方だったら合いそうな一本ですねではじ,じゃあピンですねはい、はい、ピンの G43010K ですかねいきます、はい、キャロウェイに似てやっぱちょっと平たい印象があってートゥーガはちょっと上がってるんで捕まってくれそうっていうイメージあります、うん もう捕まってくれそうと思って逃がすっていうのはちょっと私の癖の方 <laughs> <laughs> どっちかっていうと、捕まりすぎ警戒して逃がしちゃうっていう。私の癖なんで。ちょっと普通に打って。<laughs> <laughs> 今のタイミング良かったです、ね。典型って、あの、 どういうい意味なんで点形の計はキロって意味なんですけど、はい、単位で1000って意味なんですね<ー>で。点形なので1万なんですけども、はいまあ、いわゆる完成モーメントっていうのの値が 1>,、はい、まあ1万超えてますよってことで僕これまで1万超えるその完成モーメントのドライバーってなかったんですよ。はいはい なんか六千とか七千とかそういう数字じゃなかったです,かです、ねはい。で多くてもまあ八千とか、八千とかそれぐらいなんですけど、うんはい、まあそれを超えて一万なってますよっていうのがその点検の意味です、ね。なるほど。とにかくじゃあ完成性モーメントが大きいっていう、はい、まあつまりこうぶれないっていう状態作ってるってことです、ね。そうですね。うん。うん あでもヘッドのサイズ感は AI スモークと一緒ぐらいだと思うんですけど、なんか振り抜きは結構ピンの方が振り抜きやすいなっていう感じが。これやっぱ突起のおかげなんですかねそうですね。のあの、うん、空気抵抗を減らすためのそのものなので。うん。これやっぱちょっと効果ある気がするんですよね。うん、<laughs> 私まあ正直なことしかあんま言わないんですけど、<laughs> <laughs> これに関してはやっぱちょっと振り抜き良くなって、 ってる気がします、これた、うん、多分スペック的にこれだとスピン量入ってしまうとは思うんですけど、うん、まあでもこのヘッド感でこの振り抜きやすさで曲がらない状態っていうのは心強いですねなかなか。うん もう曲がらない。どうですか、あとなんか、アピールポイントあります、あの、完成モーメント上がってる理由として、このクラウンですね、前回のその430は、ここチタンだったんですけど、ここをカーボンに採用していって、その余った重量を後ろなり下なりにしていることによって、そっか、そかここにちょっと境目ありますもんね。そうなんですよそっからカーボンになってんだ。 あなるほどあ音が違ううんなるほどそでもかといってそんな,なんかめちゃくちゃ打感が変とかっていう感じはしなかったんで、うん、なんかこの、まあ、空力を利用した構造のおかげか結構振り抜いても そんなになんかヘッドが振り遅れるという感じもしなくてヘッド大きいのにこう振っていっても安心感があるという感じだったのでさっきのキャロウェイさんとの比較でいくとキャロウェイさんの方うヘッドが大きくてで、まあ、ゆったり振るという方に合いやすいかなっていうでピンさんの方は結構パッて振っていっても全然こう曲がらない安心感があるのでなんか振り抜けを求めながら曲がらないドライバーみたいな感じだったらピンさんの430 0系いいと思います最後 最後。<後> QI10MAX。最後じゃあ話題の QI10MAX いきます。なんか構えた感じは結構丸みがあるデザインっていうか。そうですね。うん。うん、なんかちょっとクシ椎を彷彿させるような、<laughs> あの、安心感のある丸みデザイン。テイラさんこんな感じだったかなお なんかとてつもなく球が上がりやすかった気がしますね。え、うん、そういう傾向ってあります？球外転。その球外転もヘッド三つあるんですけども、はい、そのマックスに限っては、もうとにかく曲がらなくて、はい、まあ優しく打てるっていうのをあの、まあ、テーマにしてるので。あ,あ優しさ。そうですね。パワーある人だと、吹き上がっちゃう可能性は。 あるかな,あなるほど,なるほど優しさ最重視って感じなんですね、はい、なるほど、うん、これも同じロフトの打ち比べで確かに打ち出しの高さ感が全然違うっていうのはありますね、うん、まあスペック的に私がこうスピン、まあ、このドライバーと増えすぎてしまうっていうのはあると思うんですけど、はい 一般のゴルファーの方が、ヘッドスピード42ぐらい前後とかの方が打ったらちょうどいい球の高さになってくるかなっていうのはありますね。うん、テイラーさんもなんかコピーで 10K って言ってませんか、ね、そうですね。<laughs> はい。あの、あの、MAX っていうタイプだけなんですけど、はい、の同じように完成モーメント1万超えてるっていう、はい、売りです。同じタイミングで1万超えをアピールしだした、ね、<laughs> そうですね。 裏偶然だとはるんですけど。ちょっとそういう傾向ってありますよね。なんか急に、ね、なんか足しす一緒のタイミングで空力押し出したぞとか、んなんか今までも。うん、まあ今の完全に右に行った感じだったんですけど、曲がらないですね。うん、確かに。ヘッドは、 えっと、キャロウェイさんピンさんに比べたら、そっちの方がちょっとこう直線的な、まあ、角張ってるデザインのところも含めてのデザインで、で、テイラーさんのほんと結構丸みがある感じっていう。うん、なんかほんとイメージちょっと、目隠しされてロゴとか見えなかったらゼクシオのヘッドって見えなくもないぐらいっていう <laughs> イメージだったんですね。あれ優しそうなヘッドだなっていう。うん、まあ好き嫌いあるとは思うんですけど、<laughs> そうですね。なんかゼクシオとブリジストンのヘッドの中間、 なんか、まあ、ゼクションまでいったらちょっと優しすぎる系にはなると思うんで、ブリジストンも結構丸みのあるヘッドだったりするけど、小ぶりっていう感じで、まあ、そこの中間で、まあ、ヘッド頑張って大きすぎないようにしながら丸みのある優しいデザインっていう、ちょっとヘッドスピード的には落として1回振っています、ヘッドスピード40前後ぐらいになる感じで。<laughs> これは優しいですね確かに、うん、出玉が上がってくれる、まあ、今ボールスピードも下がってヘッドスピードも多分40ぐらいで打ててるんですけどちゃんと出玉が上がってくれるっていうイメージがありますね、うん、お出玉上がる結構私出玉低めで 上げ落としも難しいタイプなんですけど、なんかヘッド形状が勝手に球を上げてくれるっていう感じがして。うん、しかも今回カーボンフェイスのデザインがやっぱ青色みがかかった感じなんですね。そうですね。なんか前が赤いフェースだったじゃないですか。はい、そしてちょっと結構赤ってこう、視覚的に気になりすぎたところあったんで、んまあ青ぐらいちょうどいいかな。うん もう曲がらない QI.MAX のドライバー多分やっぱヘッドスピードがあと、まあ、40前後とか40後半まではない方の方が多分ちょうどいいかなっていうので、うん、40前後ぐらいの方で球が特に上がらないって悩んでる方とかはこの3本の中で一番球の上がりやすさ感じましたんか上げに行かなくても勝手にヘッド形状が上げてくれるって感じだったんで、まあ、球上がりづらいって悩んでる方は QI.MAX 使ってみてください いや個人的にどれだろうな <laughs> 難しいな。結構特徴あんまり違うな。違いましたね。うそうですねうん。今日3本打ち比べてみました。個人的に気になる3メーカーの3本だったんですけど、まずピンさんが430点型で、まあ、ヘッドの完成モーメント大きめでも空力性能の良さを感じて、なんか振ってっても曲がらないっていうイメージがありましたね。で、キャロウェイさんの AI スモーク。 まあこれもまあどこにフェース立っても距離がこう落ちない。まあ、ちょっとスピン量増えたりしたときはあったんですけど、まあ、でもそんなにぶれないという安心感はあって、どっちかというと振っていくというよりかは、同じリズム感でゆったり振っていくみたいな感じの方が完成モーメントの高さを生かせるかなというイメージですね。まったり振りたい傾けっていう。で、9.MAX はまとにかく球上がりやすかったです。 もうドライバーで球上がりづらくて悩んでるっていう方は、すごいこうティーショット楽に、気持ち楽になると思うんで、ヘッドが勝手に球上げてくれるっていう感じだったんで、試してみてほしいなと。で、私、まあ個人的にはどれが良かったかっていうと、ピンの430、典型でした。で、まあこれなぜかっていうと、私どっちかっていうと、 なんか、ゆったり振るっていうのは、まあ、練習ではそんな時もあるんですけど、結構試合の時は、やっぱ振っても曲がらないドライバーの方が安心感あったりするんです。ちょっと緊張で試合だとかアドレナに出てたり、出てたりするんで、そういう時でも、振っても曲がらない安心感っていうことで、こうピンの430点検良かったです。皆さんはでもこの3本、どれが合うかっていうのは、結構打ってみると違いが分かったりするんで、ぜひぜひお店でも試してみてください。 でまたシダ動画撮っていこうと思うんで、この動画良かったなって思った方は、いいねやチャンネル登録ぜひお願いします。皆さんのシダのコメントもお待ちしてますんで、ぜひ知らせてみてください。